ヘディング落としてヘッド送る、大迫その前でクリア、トゥクさんです。セカンドボール拾った神戸、大迫へ、大迫折り返しボレーシュートだ、同点ゴール、またしても同点、最後は山口、なんという試合。もうこれは荻原がやっぱ戦術的なところのやっぱり彼の良さが出たシーンだと。